二酸化炭素を減らしてみんなで作ろう豊かな暮らし。スマートムーブ、長距離移動を工夫。スマートムーブとは日常生活のさまざまな移動手段を工夫し、CO2 の排出量を削減しようという取り組みです。今日は福井テレビから勝山までスマートムーブを意識して行ってみます。レッツゴー。まずは駅まで車で移動。永平寺口駅に到着しました。この駅には電車に乗ってお出かけしやすいように駅の目の前に無料駐車場があるんです。越前鉄道沿いには駅を利用する方は無料で使うことができる駐車場があるので、ぜひチェックしてみてください。電車が来るまでお散歩。街の中を散策してみると、普段気づかない新しいお店も発見できて楽しいですね。あっという間に電車の時間に。勝山駅に到着しました。ここではランチを食べたいと思います。やってきたのは駅からすぐの緑亭。いただいたのは看板メニューの福井名物セット。いただきます。おいしい。駅近くで福井名物セットが食べられるのは嬉しいですよね。車と公共交通機関を合わせて使うことによって、環境に優しく楽々移動することができました。皆さんもぜひお試しください。